こんばんは、月食猫のライカです。昨日の旅2 プレイステーション2のねソフトなんですけども、一応これね、ライトノベル、メディアワークスさんから、メディアワークスからね、出ているライトノベル、昨日の旅っていう作品の、ゲームになります。はい一応ライトノベルがどういう風にゲームになってるかというと、大体これもうほとんどねノベルゲームみたいな感じなんですけど、このゲームの中に実はミニゲームっていうのがありまして、そのミニゲームで今日ちょっと遊んでいこうかなと思ってます。他のゲームしようかなと思ったんだけど、今日ねツイッターで言ってた通り、今日2回目のねワクチン接種行ってきました。はいでね、ちょっとあんまりこうワイワイできないかなと思って、ワイワイするんだろうけどさはい、ということでね、やっていこうかなと思います。物語のねあらすじとしてはあれなんですよ。人間キノと言葉を喋る二輪、バイクというか、この世界ではモトラドっていう、乗り物なんだけど、人の言葉を喋るモトラドのねエルメスがいろんな世界を旅するっていう、でいろんな世界のね、国というかいろんな国のねその風習だったり、人のねそのなんだろうな人間関係とか、どういうかその国独特のね考えを持ってる人たちとのね出会いとかっていうのをね描いた作品って言っていいのかな、なんですけど、ということでね、どうしようかな。まず1対1バトルっていう、これね、一応このゲーム自体はちょっとねオリジナルストーリーが入ってまして、確かこのさ昨日の旅2でしか出てこないオリジナルキャラクターがいるんですよ。でそのキャラクターのねなんかバトルシーンがあるんだけど、それを再現してるゲームだそうですじゃあちょっとやっていってみましょうか。一応このオリジナルのキャラクターの名前なんだったかな、1対1バトル、画面に表示されるコマンドを覚えて相手よりも先に入力しろ、入力が成功すると相手にダメージを与えるぞコマンドを間違えると一定時間動けなくなる、素早い入力で相手を叩きのめせ、特定の入力条件を満たすと大ダメージだということで、じゃあやってみましょうか。要はコマンド入力ゲームですね。そう、一応このゲームで登場するオリジナルキャラクター、主人公セイっていう名前ですね。セイいや姿がねすごい、その ライトノベルの主人公キノにちょっとそっくりなんだけど、でも一応別人なんだよねじゃあ一応最初ウォーリアさんから、ラウンド1、はい、コマンドを覚えろ、四角丸四角バツ、はい、これを先に入力しちゃえばいいってことね。はい、いきます。はい、どうよ。これでどうだ。あ、そういえば声優さんこれ浪川さんだっけ三角三角丸丸バス、はいはい、飛ばせるのか、よし、危ねくらえ、くらえ相手が立木文彦さんかな、勝ったわ早っ。はい、ということでじゃあ
どんどんやっていってみましょうか。うん、まあ、入力ゲームだから、まあ、本当に完全にミニゲームだよね。うん、四角左、×三角、四角左×三角、はい、食らってんじゃねえか三角四角、はいはい、負けたわあれ僕これ下手もしかして、負けてるし、ちょっとあのあれかな、あのワクチン接種したからちょっとあの疲労出てるかな、なんかやだな。いいや、じゃあもう一回リベンジ、リベンジ、はいはい、ラウンド1、はいはい、いくぞ、はい、勝ったこれでどうだ、ほへっ、ほへっ、いやいや四角上、×左右、はいはい、いくぞ、よし、これでどうだ、ほへ、なんかこうあれだよね、あの勝った後のなんかこう勝利画面みたいなのがないからすごいなんか寂しいよねうん、まあ言うてね、あのまあプレイステーション2っていうのもあるんだろうし、そもそも昨日の旅自体があのそんなバトル、うん、バトル漫画みたいなものではないなかったし、うん、まあ、あの原作者さん、原作者のね、あの渋沢圭一さんがね、なんだろうな、どちらかというとあの戦うよりもなんかどちらかというとなんかあの銃とかそういうなんか銃器系が好きらしいんだよね。うん、まあそうだね、まあそれもあってか、うん、なんかこうあれなのかな、あんまり戦闘シーンにはあまり力入れてなかったのかな、このゲームの方も。まあいいや、バンディット盗賊か、よし、ラウンド1、コマド覚えろ、はいはいはい、よし、いくぞ、相手より早くコマンド、よしこれぐらいだったらいける、うん、ラウンド2、はいはい、四角×四角三角三角、 OK、いくぞ、スタート、えい、これでどうだ、いや、ミニゲームすぎてなんか微妙だよねお、フォッカさんこんばんは、いらっしゃい、今日はあのなんかワクチン打ってきたのであれ、うん、ちょっとねあまりワイワイしないタイプのゲームしようかなと思ってます思って、まあ今回あのプレイステーション2からね、あのライトノベル「昨日の旅」っていう作品のあのプレイステーション2のゲームが実はあったということで、あのそれをね、あのそれのミニゲームをね遊んでいってます。よし、うん、じゃあ次最後シーフ、
シーフか。コマンドを覚えろ。はいはいはい。下、右、左、×。下、右、左、×。OK。こいやよし、OK。これでどうだ？くそ。防御力低くない？下、左、×、下。ああ、了解、了解。よし、OK。いけるいける。よし、OK。これでどうだ？くそ。打った後も大変なのに、今日休まないのな、すごい。いえいえ。なんか、配信、一応、この後ちょっと雑談でもね、雑談に切り替えて、まあ、2回目打ったけどどうだろうっていう話をしようかなと思ってるところではある。うん。いやそれにしてもこのミニゲーム、本当は勝利セリフとかないから全然、あれなんだよな。うん。なんか勝った後の、よし、勝ったっていう感覚がない。101バトル。うん。エンディングリスト。まあそうだね。じゃあ、ミニゲームツッコミ、キノとエルメスのツッコミ漫才やろうか。うん。まあ、ツッコミっていうか、あれなんだよね。作中、まあ本編の方で、その人の言葉を喋る二輪車のね、エルメスっていうキャラクターがいるんだけど、そのキャラクターはね、結構うん、言い間違いというか、ことわざをね、なんか言い間違えるんですよ。うん。で、それをね、よくキノがそれってこうじゃないの？みたいなツッコミをするシーンがあるんだけど、それをなんかゲームにしたやつですね。うん。じゃあやってみましょうか。キノとエルメスのツッコミ漫才。で、面白いのが、あれなんですよ。これ、キノの旅ってちょっと前にね、アニメ化してるんですけど、確かその時の声優さんが、あれ誰だっけな。声優さんの名前忘れた。ちょっと前にやってたのが、ちょっと待ってね。あ、結城葵さんだ。うん。その結城葵さんが、その、キノの名前、キノの声やってて、エルメス誰だっけな？エルメスが、エルメスの声優さんが、あ、斉藤聡馬さんか。うんうん。女性の方でしたっけ？そうそうそう、女性のね。なんだっけ、他の作品だと幼女戦記のターニャ・デグレチャフでしたっけ？とか、うん、そこら辺の声やってた方ですね。うん。そう。で、なんですけど、さらにね、これ、なんだっけな、キノの旅って、十何年かくらい前にも、アニメ化してるんですよ。うん。そう。で、その時の声優さんが、その最近アニメ化された時の声優さんと違って、主人公キノの声が前田愛さんと、エルメスの声が相ヶ瀬隆二さんっていうのかな、うん、っていうね、方々がね、その声優をされてたんですよね。うん。なのでね、このプレイステーション2のゲームでは、その、
声優さんが違うんだよ。あの最近のあの最近のねアニメの声じゃなくて、あの前のアニメの方の声でやってるんだよね。うん、まあ聞いてもらえればわかるかな。キノとエルメスのツッコミ漫才、エルメスがボケる、キノがツッコむ、ボケ続けるエルメスへビシバシツッコめ、方向キーの上下左右で正しい言葉を選択し、丸ボタンでツッコめ、シズとリクの巻き割りとこのゲームをパーフェクトでクリアするといいことがあるよということで、うん、まああのこの後シズとリクの巻き割りの方もやっていこうと思うんだけど、まあ、とりあえずこ今回はそのエルメスがまた間違ったことわざを使うから、あのそれの正しいあのことわざを、選択して突っ込めっていうゲームですね。丁寧な解説ありがとうございます。いいよし、じゃあやっていきましょう。このデフォルメ機能かわいいよね。どうもエルメスです。どうも、キノです。昨日です。お、のぺのぺこんばんは、いらっしゃい。突っ込みますよ。昨日の旅とか懐かしいんじゃないの？この声で、この声の昨日懐かしいんじゃない？はい、じゃあ開始。みんなを疑う。みんなを疑う。耳を疑うか。耳を疑う。これ制限時間があるのがこあの大変なんだよね。うん。楽あれば散らからず。楽あれば食ありじゃない？それってそう、それこれなんかもう原型とどめてないじゃん。厨房は主婦の集まり。工房も筆の誤り。これそれを言うなら、いや原型なさすぎて難しすぎ。これは前方塞がり、八方塞がりでしょ。これ上八方寒がりか。ちょっとそう、それを言うなら制限時間あるから、そう、それ選べないよ。お願いしますね。はい、お疲れ様です。猫にご飯、猫に小判、猫に小判。よしよし、突っ込むぞ。そうそれ。古都最古、古今東西、古今東西下か。それってそうそれ、昨日は名前聞いたことあるかもというくらい。ああ、担任の先生が怒る。へその尾が切れる。堪忍袋の王が切れる。それを言うなら、一瞬へその王が切れるで、あれしてた。馬にもいい寝床。孫にも衣装。それって。よしよし。そうそれ、なんか豚ゴリラとトンガリの。暗記疑心暗記疑心暗記疑心暗記した。危ねえ。危ねえ。時間切れになるところだった。ラスト、短期は損だ、短期は損機でした。オッケー。そうそれ。全問正解。再挑戦しないよ。いやー、まあ、こんな感じでね、その本編でも結構そのバイク、まあ、モトラドのね、あのエルメスっていう、まあ、人の言葉を話す二輪車がね、よくこう言い間違いをして突っ込むっていう、あのキノがね突っ込むっていうシーンがあるんで、うん、再挑戦しない。なかなかね、一応これに関しては本当、再現度は高いと思う。じゃあ最後、シズと、リクの巻き割りか。で、シズとリクの巻き割り、このシズとリクっていうのが、あの、まあ、本編に出てくるまた別の主人公たちみたいな立ち位置なんですよ。で、まあ、あの、昨日の旅一巻で、まあ、登場したキャラクターで、まあ、なんだっけな、とある国の、お、コンライカ、ベアさんこんばんは、コンライカです、いらっしゃい。今日はね、あの、ライトノベル、昨日の旅っていう作品のね、あの、昔出てたゲーム、プレイステーション2で出たゲームのね、ミニゲームをちょっとやってます。
はい。そうで、あのシズっていうキャラクターがあのとある国の王子様だったんだけど、うん、でも子供の頃になんだっけな、あのまあ父親ぼあのなん暴君じゃないな、まあうん、父親にね、まあ、その当時の王様にあの、まあ、国を追い出されて、まあ、あの母親もねあのその父親にあの殺されちゃうっていう、まあ、そういう幼少期を経て、まあ、あの大人になってその自分の国に戻ってその父親をねあの母親の敵も含めてその父親をね亡き者にしようとしたところ、まあ、そのキノと出会って主人公キノと出会って、まあ、代わりにキノがねその王様をね倒しちゃうんだけど、まあ、それであのうん本当はその王様をね倒した後で自分もあの死ぬつもりだったけど、それでまああのうん生き延びちゃったっていうことで、まああのなんだっけな、うん、シズもねまたその旅に出て自分のね永住できる国を求めてさまようみたいな感じのねキャラクターなんだけど、お子さんライクさんの声ここじゃいえいえありがとうございます。であのリクっていうのはあのシズにねあの付き従ってる、まあ従者じゃないんだけど、まああの喋る犬です。うん、そう喋る犬で、まあシズをねあの結構まあ、敬ってるというか付き従ってる犬なんだけど、確かねこれこの時のねその過去作のアニメの方のリクって声がね大塚芳忠さんなんだよね。そう、おロキトさんこんばんはです。はい、お久しぶりですね。じゃあ、やっていきましょうか。で一応シズはねあの刀を使うキャラクターなので、刀をねあのまあ、刀の練習も含めてこう巻き割りをしていくっていうゲームなんだけど、リクが投げてくる巻きを切れ、時には巻き以外のものも飛んでくるから注意しろ、方向キーの左右で移動し丸ボタンで切れということで、じゃあどうしようかな、腕試しを難しいで言ってみるか。シズ様、シズ様、そろそろ夕刻ですね。そうだな、そうだな。じゃあ今日はこの辺で一泊しよう。では焚き火用の薪を集めてきます。ああ、すまない。ついでにいつものトレーニングも頼もうか。いつものトレーニング、はい。じゃあそれじゃあ始めてくれ。では薪割りいきます。いきますよ。はい。あ、いや、うまい。あ、さすが。いて、よいしょ。よいしょ。あ、ダメだ。ダメだ。これ結構難しいんだよな。巻ききれなかったから。いやいやいや。はい。もう一回行け。もう一回行くか。うん。これ確かね、あの、タイミングよく切れば爆弾とかも切れるらしいんだけどね。そのタイミングがちょっと難しいんだよね。よし。行くぜ。それじゃあ、始めてくれ。でも割とこのゲーム、うん。行きますよ。昨日の旅のゲームの中で、ミニゲームの中では割とこっちの方が好きなんだよな。さすが。うまい。爆弾は無視した方がいいか。あ、うまい。あぶね。よし、来い。はい。はい。いて。カンカンじゃねえか。よいしょ。ちょっと、うっ、うまい。あー、やば。うまい。よいしょ。あぶね。あ、ダメだ。ちょっとだけ切れたから。
まあ、焚き火ぐらいは焚き火ぐらいはできる。悔しいなこれ。よし頑張るぞ。無駄にあれだな。始めてくれ。ではしず様行きますよ。こいや。うまい。よいしょ。スパナを投げるんじゃない。うまい。爆弾。うまい。はい。いけ。うまい。あじゃないよ。爆弾跳ね返ってくるの嫌だな。うわこれはまずい。さすが。うまい。よし。うまい。よし。ダメだ。ダメだ。こんなに難しかったっけこのゲーム。嘘やろ。いやまあ久しぶりにしたけどさ、あれでも僕これや初めてやった時とか普通にやってた気がするな。それじゃあ一応20本切ればいいんだけど。行きますよ。爆弾。そう爆弾って爆弾どっから。よいしょ。よいしょ。いって。ちょ。ダメだ。いやそれはダメでしょ。じゃ巻きが切れないって。こんな難しかったっけ。そんなバカな。そんなバカな。それじゃあそげなバカな。しず様行きますよ。いやえい、いきなりそんなもの投げてくるんじゃない。うまい。うまい。よし。よいしょ。落ち着け落ち着け。はいはい。あと12本。うわ、そりゃ無理。うまい。うまい。うまい。よいしょ。爆弾か。よしよし。こいや、あと7本。さすが。うまい。はい。やば。うまい。うまい。よし。あと3本。いや、それは無理。一応グッドか。いや、あとちょっとだな。一応なんかその爆弾とか投げちゃう、あのリクが爆弾とか投げちゃった時はなんかあって言うから、それを頼りにはしてるんだけど、たまに言わない時があるね。それじゃあ、いや始めてくれ。ではしず様行きますよ。はい、頼むぞ。いきなりするかい。ちょっと待って。いきなりそれは無理だ。
ちょっとパーフェクト目指したいんだけど、パーフェクト頼むよ。ハードモード縮小。それじゃあ始めてくれ。ではしず様、行きますよ。はい。あ、嘘やろ。うまい。うまい。爆弾投げるな。爆弾と石を投げるんじゃない。よし。うまい。そう。さすが。危ねえ。爆弾。マッキー。スパナー。よいしょ。爆弾きた。はい。あと10本。いきなりそれはないだろう。危ねえ。なんか来ると思ってよ。はい。うまい。危ねえ。ダメだ。ちょ。パッと。ねえ、もう。え、こんな難しかったっけこのゲーム。いや面白いけどさ。うん。それじゃあ始めてくれ。ではしず様、行きますよ。来いや。ん？いきなりそれは来るんじゃない。うまい。あ。うまい。あ。よいしょ、危ねえ。うまい。はい。危ねえ。よし。見極めが大事。うまい。よし。見極め大事。爆弾はダメ。よし。はい。はい。石。はい、キー爆弾来る、キー来る、缶が来る、スパナ来る。うまい。よいしょ。缶が来る。まだ大丈夫。爆弾来る。よいしょ、危ねえ。あと5本。缶、はい、キー、うまい、はい、スパナー、はい、キー、あと2本。さすが。ん？なんか来たぞ。なんか来たぞ。うわ、この、いや、よしじゃない。肉焼けたよ。肉焼けちゃったよ。はい、ということでね、しずとりくの巻き割りでした。いやー、昨日の旅こんなに難しかったんだね。これ昔やったことあるんだけど、やったときはそんなに難しくなかった気がするんだよな。美味しそうな漫画肉。確かに。そう。漫画肉。ということでね、昨日の旅。昨日の旅はこれで終わりましょうか。よいしょ。いや、久しぶりになんかやったな。
そう、ここ最近ちょっとね雑談多かったのでね、なんかゲームやりたいなと思ったんだけど、まああの、まあ、皆さん知っての通りなのかわからないけど、僕のねその PS3 のコントローラーが壊れちゃってそう、あの今ね PS3 のあのなんだっけな、メタルギアソリッド3やろうかなと思ってたんだけど、できなくなっちゃったんだよね。うん、あのなんだっけな、一応 PS3 に対応するっていう、まあの純正のコントローラーじゃなくて、あの他のメーカーのコントローラーはあのあるんだけど、なんかあのボあのなんだっけな、 PS3 のコントローラーってあれなんだよね。お疲れ様でした、ありがとうございますお疲れ様です。 PS3 のコントローラーってあの ボタンにあの感度センサーがついてるんだよね。うん、であの軽く押してるかとか、あのなんか強く押してるかっていう感度をなんか200何段階かであのなんか識別じゃないんだけど、あの、うん、認識してるらしくて、まあ、それを使ってあの繊細なね、あのコントローラーというコントロールというか操作ができるんだけど、あの、うん、最近のっていうか、あの、うん、他メーカーのあのその他メーカーのコントローラーってあの純正のものより感度がねちょっとあの低いんだよ。うん、そう、低いとどうなるかっていうと、軽く押してるつもりがあの強く押されてるっていう認識されちゃったりして、うん、例えばねあのメタルギアソリッド3の操作だと、あの、まあ、主観モードってあのスネークが、主人公スネークがね見てるあの目線のモードになった時に、軽く四角ボタンを押すと銃を構えるんだけど、うん、その時にあのボタンを強く押してるか、あの軽く押してるかでボタンを離した時の挙動が違うんだよね。あの軽く押してる状態だとあのそのまま構えを解くんだけど、四角ボタンをねあの強く押して離すとあの発砲するんだよ。うん、そう、それのせいで、それがねその感度をあの純正のコントローラーはね結構あの高感度であの認識してるからすごいやりやすいんだけど、あの他メーカーのねその感度が低いあのコントローラーってやってみるとね、なんかあの、うん、軽く押してるつもりでもね、なんかあの離した時に突然発砲するから、あの、うん、操作が難しいんだよ、ね、だから純正のねあのコントローラーちょっとね今日買いに行こうとしたんだけど、あのもうヨドバシでもねあの扱ってませんって言われましたうん、でちょっとねアマゾンでね調べてみたんだけど、今あの PS3 の純正のコントローラーって一番ちょっとするんだね。うん、そう、あのまあアマゾンでもさあの結構なんだっけな、入手困難なものになると割となんかこう、うん、価格がすごい跳ね上げてこう出品してるところもあるからね、なんかそれすごくさあの、うーん、気持ち的にはさなんか微妙だよねっていう、なんかそのなんだろうな、軽く転売イヤーと変わらないような気がするんだけど、うん、なのでちょっと今回ねあのアマゾンじゃなくてあの、まあ、中古っていうリスクはつくんだけど、あのメルカリの方でねあのちょっと安いあの PS3 対応じゃない PS3 のね純正の、コントローラーっていうのをねちょっと購入しました。一応届くまでちょっと時間があるので、その間は PS3 できないかな。うん、
そう、あのなんだろうね、あのアマゾンでもさ、あの価格が跳ね上がるのってあれ何なんだろうね。うん、やっぱりなんかこう中古とか、うん、そういうのもあるからなのかもしれないけど、うん、そう、たまになんかあの安す、あの定価よりも安くで売ってる場合とかあるじゃない？うん、そこら辺がちょっとわかんないんだよね。うん、言うてやってることがほぼメルカリの転売ヤーみたいな感じ。うん、まあメルカリ出品してる人が全員あの転売ヤーとは言わないけど、うん、そう、やっぱりなんかその定価よりも、うん、なんか異様に高値にされてるのを見るとさ、なんかこう納得いかないよね。うん、確かにさ、もうあの手に入りにくい希少価値のある品物もあるのかもしれないけど、メルカリか、転売とかしたことない、転売っていうかそのまあ転売しないからさ僕はあれなんだけど、まあ、メルカリで物を売ったこともないし、うん、どうなんだろうね。いや、まあ、でもアマゾンと、まあ、メルカリってさ、あのやっぱりこう一般の方があの出品してたりするから、あのなんかあのアマゾンよりもすごい信頼度がないんだよね。うん、どう思いますか皆さん。ネットで買い物をするときに、その、うん、アマゾンで買うか、メルカリで買うかっていう、うん、なんかアマゾンだと、割とこう、企業さんがあの出してるイメージがあるから、うん、個人じゃなくてね、うん、だからなんとなく、あれなんだろうけど、メルカリよりはすごい安心感はあるんだろうけどね、うん。あくびが出ちゃった。そう。ねえ。転売か。アマゾンかな？メルカリめんどくさそうに思う。ああ、そうだよね。まあメルカリ、うん。やっぱりなんかこう。信頼度が少ないんだよね。うん。メルカリもすごいあの、うん、いろんなところが面倒なところあるし、ね。でもここ最近のアマゾンってさ、あの宅配するときに、あのなんだろう、留守、うん、その配達先が留守だった場合って。なんかあの普通に玄関にね、あのまあ裸で置いてるんですよ。裸っていうかその、うん、商品をさ、なんかそのまま置いていってるんだよね。うん、そう、一応まあそういう、うん、まあ流れにしたんだろうけど、うん、あれってどう思いますか？そう、あの購入したものがさ、なんかその玄関先になんかもうそのまま放置されてるみたいな状態にはなってるんだけど、よくっていうかそのアマゾンで最近買い物するとさ、うん、まあ確かにね、その
なんだっけな、ちょっと前から、ちょっと前っていうか結構前か、前からあの、なんだっけな、再配達のね問題ってすごいあの多かったのは知ってるんだよ。うん、やっぱりあのその配達してあの人が、まあ配達先の人がいなかった時にさらにまたあのその荷物を取っておいて再配達するって大変、うん、すごく大変なのはわかる。うん、まあ、でもなんだろうなあのあそこに、うん、玄関先に置きっぱなしにされるとすごいなんかあの不安でもあるんだよね。うん、いや隣人さんのさあの、うん、隣人さんのなんかこう玄関先に物がさ、その明らかにアマゾンで買ったんだろうなっていうなんかこう大きなあの包みがさ置いてあったりするのを見るとさ、これ取られないのかなってすごい思ったりもするんだよ。うん、ねえ、いやまあそういうところ、うん、なんだろうね、うまくなんかこうできればいいんだけどね。うん、配達してる側もさあのこう無理にならないような、うん、一番いいのはさあのなんだろう、その荷物専用のなんか郵便受けじゃないけどさ、うん、そういうのがあればいいんだけどね、鍵付きの。うん、まあそれに入れてもらえばっていうのもあるんだろうけど、でもそうだよね、あのなんだっけな、黒猫ヤマトとか、佐川急便とかって、やっぱりあの、うん、手渡しで、渡して、その時にちゃんとあの受け取りましたっていうサインをいつももらうじゃないですか。うん、ああいうのをね、しないといけないからこそ、まあ、再配達っていう状態になっちゃうんだけど、うん。なんだろうな。結局、うん、まあいろんなものが豊かすぎるんだよね。うん、こうもろもろとさ、まあ今日配達来るけどちょっと用事あるから出ないといけないって、まあ後で再配達してもらえばいいやっていうさ、そういう考えとかがさ浮かんじゃうじゃない、もう今の現代社会人って。うん、まあ、忙しいのもわかるし、うん、実際僕もさ一人暮らしでまあ仕事とかあったりして家のことを、うん、家、まあ、自宅にね、そういうなんか、あった時って、対応ができないんだよ。うん。そう。まあ、そういう、うん、日本ってそういう国だからさ、もう、今、現代日本って、そういう国になっちゃってるからさ。うん。もう、働かないと生きていけないっていう、なかなか難しいあれだからね。はてさて、じゃあ話題を変えて、ちょっと今日ね、まあワクチン2回目行ってきまして、うん、なんだろうな、1回目受けた時よりちょっとね痛かった。そう、お注射が痛かった。うん、1回目ねそうでもなかったんだけど、まあでも一応
後々からね、あの腕の痛みがね、ちょっとじわーってきたんだけど、今回ね、刺されたところからちょっと痛みがあったんだよね。うん。やっぱりあれかな、なんかあの、よくあるじゃないですか、あの注射のうまい下手っていう、まああの、こう言うとあれなんだけど、うん。そう。なんかあの、たまにいますよね。あの注射がめっちゃうまくて、あの刺されてもあんまり痛みがないっていう時とかありません？うん、あの僕ねよく献血行くんだけど、あれなんですよ、あの今までで献血行ってきて、あのまあ僕が行ったあの献血センターってのお話ではあるんだけど、今のところ僕がね一番あのうまいな、あの注射がうまいなって思ったのは、あの秋葉原の献血センターなんだよね実は。そう、あの秋葉原の献血センターってね、あれいつだったかな、2回目だっけ1回目だっけ、初めての時だったか2回目だったかちょっと忘れたんだけど、うん、献血した時にあのなんか注射針刺され、まあ刺した時のチクってする痛みはあるんだけど、あの抜いた後のあのなんかこうたまに抜いた後にこうじわって痛みがあるじゃないですか、うん、あれがなかったんだよね、その秋葉原の献血センターでやった時、うん、いやーあの献血センターの方は注射うまい人なのかなってすごい思ったんだけど、そう、まあ言うてもあの、うん、僕が行ってる献血センターってあの池袋の方かその秋葉原かだけだから今のところはね、うん、まあでも池袋にもあの2箇所あるんだよ献血センターが。うん、なんか知らないんだけどあの池袋の献血センターってあのもう本当歩いて 2,3 分のところに2軒、うん、あるんだよねあの立ち位置は一体何なんだろうって思うんだけど、いつもそう、あのたまにあるじゃないですか、あのコンビニでもなんかあのあるコンビニに入ったらあのちょっと行った2、3軒くらい先にもう一個同じあのあれなんだっけなコンビニがあるみたいなそうあんな感じなんだよね、うん、池袋の献血センター、うん、いやまだあのちょっと離れたところにあるんだったらわかるんだけど、うん、あの立ち位置は謎なんだよな。よいしょ。皆さん献血とかしてます？あの、なんだろうな。昔は僕もね献血あんまりやりたくないなってすごい思ってた時期があったんだけど、うん、今は結構ね献血すごいあの数や、まあすごい数っていうかまあ、うん、十何回くらいかやってるんだけどそうなんだろうね、あのまあそれ自分の血でさあの人のまあ誰かのね命が助かったりとかするんだったら、なんかそれってすごいことだなって思うんだけど、うん、ね、あの血液って結局生ものになるからなんか保存が効かないらしいんだよね、うん、まあ、あのよく血液が足りませんっていうあのよくアナウンスとか、まあ、献血センターの近くに通るとあの聞くと思うんだけど、うん、その
結局血液が足りない理由って、その血液の、あの、まあ、賞味期限じゃないんだけど消費期限というか、ああいうのがあの設定されちゃってるから、あの、うん、古くなった血はもう本当に廃棄するしかなくなっちゃうらしいんだよね。うん、だからその結局常に新しい血液をこう供給してもらわないと、あの血液って足りないらしいんだよ。うん、なのでね、一応僕も結構あの何度も言ってるんだけど、そう血液、まああの献血、あとね、なんだっけな、僕はまだやったことないんだけど、あの献血にもあの 2,3 種類くらいあるんだけど、あの200ミリ献血か400ミリ献血か400ミリリットル献血か、あの成分献血っていうのがあるんだけど、うん、一応まああの200ミリ400ミリっていうのは、まあその、うん、その名の通り、あのまあ血液の量をね、その400ミリリットルか、200ミリリットルか、まあ、でも大体あの成人したか、うん、成人した方はね400ミリ取られるっていう感じなんだけど、確か200ミリとかはあのまだ未成年の方専用だったかな。うん、そうで、あのもう一つね、その成分献血っていうのがありまして、うん、その成分献血って何かっていうと、あの一度自分の血液をその抜くじゃないですか、うん、でその抜いた血液から、あのあれなんだっけな、血小板だっけな、うん、血小板だけを抽出して、で残ったあの血液、まあ、赤血球と白血球だけだよね、をあの体に戻すっていうあの献血があるんです、あるんですよ。うん、そう、まあ、要はあの血液、まあ、血液というよりは血小板をあの、まあ、献血するっていうものなんだけど、うん、それちょっとやったことないんだよねまだ。うん、でも考えてみると面白いよね。うん、一度抜いて、一度血、あの血を抜いて、そこからその血小板だけ抜いて、あので余った血液をまた戻すって。うん、成分献血、まあでもその分ね、あのやっぱり時間がかかるらしいんだよ成分献血は。うん、だからもしね、その今後なんだろう、献血やろうかなって思ってる方は、あの、まあ、一応400ミリとか、まあまあ、普通にね、あの血を抜くだけなんだけど、あの、うん、成分献血をしたいっていう方は、あの予約を入れていった方がいいかもしれない。うん、まあ、一応これはね、献血センターも推奨してることだから、あの結構時間がかかるから、その成分献血をされる方はまあできるだけ予約をしてから来てくださいみたいなことをね、よく言われるんだよ。ね、成分献血か。あとあれなんだ、あの一応ね、献血、そのさっき言った 400ml の献血をした時って、あのだいたい3ヶ月、うん、期間を空けないとまた次のね献血ができないんだけど、あの成分献血だと、あの 1,2 ヶ月くらいで、確か、うん、1ヶ月くらいだったかな、2ヶ月だっけ、なんかそれくらいの、あの普通の全献血よりもなんか短いスパンで一応できるらしいんだけど、うん、いろんな医療のあれがあるから、ね、なかなか
面白いですよ、やってみると献血って。まあ血を見るのが苦手な方はね、あのすごいちょっと怖いかもしれないけど、うん、割と自分はあの、うん、なんだろうな、もともとどちらかというと血気盛んな方だから。血気盛んなのかな、うん、ね、そう、血を抜かれるくらいがいいんだよ。ね、割とその献血した後のね、ちょっとあの血抜きました感っていうか、あの少しね、すっきりした感があるんだけどね。うん、まあ別に僕はあの献血センターの回し者ではないので、まああまり言いませんけど、うん、おレオさんこんばんは、いらっしゃい。一応昨日の旅のゲーム、ミニゲーム、あの全部一旦クリアしたので雑談に入っております。そう、一応なんかあのワクチン打ちましたっていうお話から献血の話になってる。血を抜きたいなら、アシスト人と麻雀する、カイジのネタかな、麻雀、もともと僕麻雀知らないんだよね、ルール、うん、そう、やっぱり VTuber の中でも結構ジャンタマとか流行ってるけどさ、うん、ルールが分かんないから僕あのやりようがないんだよね。そう、まあ、覚えればいいじゃんって言われるかもしれないけど、赤銀の方ですね。あ、そっか、カイジと赤木って違うのか。あー、赤木？赤木か。わからないネタを作る。いえいえ、大丈夫ですよ。一応、なんとなくはわかる。カイ、まあ、あの、言うてもなんかこう、ネットミームじゃないけどさ、あの、まあ、よくネットでネタにされてるシーンとかは見てるから、あのなんだっけな、あれ、あのキンキンに冷えてやがるとか、やめろ、死にたくない、死にたくないっていう。あの、うん、あのネタは一応知ってるから。そう、でも麻雀はね知らないんだよ僕。ねえ、麻雀か。会場はデスゲーム漫画、赤木は麻雀漫画ですね。あ、なるほど。あ、そっか、カイジって確かにデスゲーム、うん、だよね。なんかあのビルとビルの間に設置されたあの鉄の棒の上でなんかあの綱渡りみたいなことするやつがカイジですよね。うん、綱渡りなのかわからないけど。なんだっけな、あの藤原竜也さんでしたっけ、あの実写版の方は。ありがてえ、キンキンに冷えてやがるっていう、あのセリフ結構好きだけど。うん、麻雀か、ルール覚えた方がいいのかな。うん、まあ無理にやる必要ないか。うん、麻雀よくわからないし。でもなんかこういろんな人たちがコラボでやってたりするからさ、うん、なんかこうやってた方がいいのかなっていう気持ちはあるんだけど。なかなかね、うん、
新しいゲームのルールとか覚えきらない気がするんだよな。ワッフル、ロネさんこんばんはです、いらっしゃい。今日はあの最初昨日の旅のね、あのゲームミニゲームをやってクリアしたので一応今雑談に入っております。ゆっくりしていってください。そう、結構さ、ほんとジャン玉とかやってる方多いけど、うん、ねえ、できないからな、ジャン玉。喉がデストロイヤーロネです。喉が死んじゃった？もしかして。まあ結構ね、あの、そうそう、あのここ最近ほんと空気が乾燥してるので、うん、ジャン玉だと、うん、僕麻雀のルール知らないからね、ジャン玉ができない。そう、あの空気がすごい乾燥してるからほんと、あの、うん、寝る前とか絶対あの加湿器とかねつけてた方がいいですよ皆さん。うん、あのなんだっけな、本当あのよくペットボトルに刺してあの加湿するタイプのやつあったりするじゃないですか。あれだけでもいいんですよ。うん、寝床だけだったら。同じく麻雀できない。あー、のぺのぺも麻雀できないせいか。ね、そう、まあでも麻雀できなくたって生きていけますよ。ね、世の中あのゲームは麻雀だけじゃないですから。なんだ、僕やってるからやってくれるんかなと勘違い。あー、ごめんなさい。僕ね全然できないんです。できないっていうか、あのルール知らないんです、麻雀の。よいしょ。そう、あの、まあ、ペットボトル加湿器みたいなさ、あの結構1500円くらいで買えるから、うん、そういうのでもねいいんですよ。うん、寝るときにね、その枕元というか、うん、寝床の近くにね、それやってるだけで朝ね、あの、うん、朝とか全然喉が痛くならないし、そう、あのこれ昨日の雑談でも言ったっけかな、うん、あの2年くらい前にね、その僕ようやく加湿器っていうのを導入し、自宅に加湿器っていうのを導入したんだけど、うん、そう、それまでね、その、うん、ペットボトル加湿器安かったから買ったんだけど、それ買うまでいつもね、あの朝起きると喉がガラッガラだったんだよ。めっちゃ痛くてさ、うん、そうだけど、その加湿器をね購入して、あのそれを使用するようになってから、あの全然ね喉が痛くならない。うん、やっぱり冬って本当あの空気が乾燥するから喉の水分とかすごい持っていかれるんだよね。うん、ねえ、だからこう、うん、早いですが私はこれにて失礼します。はい、ロネさん来てくれてありがとうございました。また来てください、お待ちしております。明日学校なんで、あ、そうか、明日平日だもんね。はい、明日学校頑張ってください、おやすみなさいです。そう言うて僕は明日休みなんだけど、まあ明日休みだからこそあの、まあ、配信もできるし、あのワクチンも打ってこれたんだけど。そう、とりあえずみんなからね結構明日の朝が辛いよって言われてるから、ちょっとビクビクしてるんだけど、なんならもうこのままさ、あの夜更かしちゃってさ、明日の朝、まあ、寝起きが辛いって言われてたから、起きなければいいんじゃない。このまま起き続けてればさ、寝起きってのはなくなるわけだからさ、逆転の発想。余計体に負担がかかるっていうのね。
そう。ね。配信やってる皆さんもね、ちゃんと寝る前はね、加湿器しておいた方がいいですよ。加湿器してますか？加湿器にもさ、なんかいくつかあれがあるんだけど、種類っていうか、そう、なんだっけな、まあ電気式のそのちゃんとね、水がこう電気でこう吸い上げられて霧状になって出てくるタイプと、あとね、なんかもう一つ自然蒸発型のやつっていうのがあるんだよ。いわゆる電気でこう水を拡散させずに、なんだっけな、水の中につけて、それをね、なんかその石みたいなのが石みたいなのとか、なんかこう紙みたいなペーパーみたいなのが、その水の入れ物から水を吸収して、湿気た状態になって、そのまま蒸発、自然的に蒸発させるっていうタイプのね、自然蒸発型のあれ、加湿器っていうか、加湿器って言っていいのか分かんないけど、あるんですよ。うん。でもね、その自然蒸発型は、ほぼ、意味をなさないと思う。うん。言うて僕もね、一時期ね、似たようなことをやってたんだよ。うん。タオルとかにさ、こう、水をね、吸わせて、もう 4,5 枚くらいタオルをさ、部屋中にこう干す感じにしてたんだけど、それでもね、朝の喉の痛みって全然収まらなかったから、おそらくね、自然蒸発っていうのはあんまり意味がない気がするんだよ。うん。だからちゃんとね、水を吸って拡散させる電気式の加湿器を買った方がいいです。うん。ねえ。いやー。1時間15分。うん。そろそろ終わりますか。ねえ。明日もね、皆さん、お仕事だったり学校だったりはあるでしょうし、うん、僕はお休みだけど、そのワクチン2回目でどうなってるかわからないんで、明日の朝が、うん、ちょっと様子見して、何もなければ、うん、またちょっとね、何かやるかもしれないです。明日の朝起きてみて、ワクチンでやられてるかどうかっていう、そこだよね、一番の今懸念しないといけないところは。現時点では大丈夫なんだけど、うん、9時くらいにね、一回体温測ったんだけど、まだ36度一部だったから、全然、うん、熱とかは出てないかな。うん。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。見に来てくれた皆さん、ありがとうございました。よければチャンネル登録とか高評価とか Twitter のフォローとかよろしくお願いします。あとね、告知って言っていいのかな、まだちょっとね、どうしようかすごい悩んでるところあるんだけど、12月の10日で僕日付変わってるから、明後日でね、僕VTuber 始めて1年なんですよ。うん。なのでね、11日か12日に何かやりたいなと思ってます。やるときはまた何か Twitter の方で告知しようと思うので、はい、よければ Twitter の方もね、ちょっと気にしててもらえたらいいかなと思います。はい、それでは、水曜日、はい、
平日なのでね、皆さんも無理せず頑張っていきましょう。はい、それではお疲れ様でした。おやすみなさいです。失礼します。